南はシミミズクは、フクロウメフクロウカに分類される鳥類の一種。ベンガルはシミミズクとも呼ばれる。生息地インドのヒマラヤ山脈の南部、標高1500メートル以下の岩場近くの中低木林に生息する。極端に乾燥した地域や多湿の常緑林などは好まない。インドでの捕獲は違法だが、密漁が相次いでいる。現地では、その外観と鳴き声より、 他の大型のフクロウと同様に不吉な鳥とされ、家の屋根に舞い降りた場合は、その家のものが死ぬことを示しているとされ、様々な形で迫害を受けてきた。羽毛は明るい茶褐色。目の光彩は大色で、頭部に耳のような形の羽毛が生えている。寿命は15年から20年。肉食で夜に月子類を食べるが、 冬場は山うずら、ハとインディアンローラーなどの小型の鳥類を捕食する。クジャクほどの大きさの鳥やウサギを襲うこともある。月種類を食べるときは丸のみせず、引き裂いて食べる。ペットとして飼育されている個体は1日あたり6 1ムの餌を食べる。2月頃の繁殖期にオスの鳴き声が活発化する。営像された巣は再利用される。 卵は33日間放卵されて孵化し、ひなは親に約6日間養育される。ありがとうございます。